ということで今皇居のですね通りを、歩いていますが、まああの多様性って何なのかってことについて本当にあの僕は面白いなと思ってて、でよく言われる例えば、ジェンダーの話とか年齢の話とか、これもちろん大事な多様性なんですけど、多様性ってそれだけじゃないですよね。例えばだから中年男性で10杯1かけあんに言われるけど、中年男性の中でも、たくさんの多様性があるわけだし、それから女性といっても、いろんな女性がいるわけだし、ですからその LGBTQ だとか年齢だとかエスニシティの多様性ってのはもちろん大事なんですけど、それだけが多様性の唯一の指標ではないわけなんですよね。で結局多様性ってその認識の問題でもあるんですけど、言葉の問題でもあって、どのようにその多様性を認識するか、で言葉で表現するか、あるいは場合によってはそのデータでいろいろ表現して、まあ、分類していくかクラスター化していくかっていうのはとても大事なことだと思うんですけど、そんな中であの僕はあの非常に面白いなと思ったのが、あのビッグイヤーっていうですね、バードウォッチングの世界で行われている、まあ、大会というか、競技なんですね。でこれはとても興味深くてですね、いろんなレギュレーションがあるんですけど、一つあるのがその、全世界で、どれぐらい多くの鳥を、1年間のうちに観察できるかという、そういうコンペをするんですが、今世界記録がですね何千という、世界記録があるんですけど、でこの、まあ、レギュレーションが面白くてですね、いわゆるオーナーシステムというんでしょうか、あの自己申告なんですね。ですからそのたくさんの鳥を見たときに、その鳥を、例えば写真で記録したり映像で撮ったり音声で撮ったりという必要はない、あのその人が認知すればいいという、そのある鳥を見たということですね。でこれ考えても非常に合理的で、というのはその我々が例えば今皇居の方での、旗を歩いてますが、あちら側は最高裁判所が今あったんですけど、もう通り過ぎてしまいまして、例えばこういう時になんか見たとしますよね。で大抵の場合その見た瞬間、そのあ何かがいたと思っても、その、鳥は、過ぎちゃっていっちゃうことも多いですよね。だからその、それを写真で撮るとか映像で撮るとか言っても、もうその時は間に合わなかったりすると。で大抵の場合その我々生きている中で最もいい時間、いい瞬間というのは通り過ぎちゃうんですね。僕はよくランニングしてる時にスズメが群れているのを見るんですけど、なんか伊藤若冲の絵みたいだなと思って本当にいいなと思うんですけど、ただそれを写真で撮ろうと思った時にはもうスズメはあの解散しちゃってることが多くてですね、もうあのいなかったりするんですよね。ですので、僕が今まで見たそのスズメの集合の様子というのは大体この脳の中に、記憶として残ってるだけなんですね。でその、まあ、蝶々を僕は子供の時よく研究してたんですが、蝶なんかも多分非常にレアな蝶を見た時、例えばその時大抵、まあ写真なんか撮ってないわけだから、ああいたっていうことで終わっちゃうんですよね。なんであの多様性って結局自分の脳で認識してそれで、覚えておくしかないっていうか、ですから例えば人間でもあの僕はあのいろんな今まで変わった人を見てきましたけど、例えば一番あの面白かったのがその、意識についての学会がですね、アリゾナ大学であった時に、そのアリゾナ大学でビラを配ってたお兄ちゃんが本当に面白くて、あの上半身裸でビラを配っていてですね、でこうやってビラを配るときは着気としてるんですけど、終わるとなんかへーってなんかまるでなんかオランウータみたいに、上半身をだらっと下げて歩いて、また人に会うとシャキッとしてあのビラを配ってたんですけど、そのお兄ちゃんの写真も僕は持ってないから当然心の中に残しておくしかないんですよね。そういう世界の多様性って結局出会って我々の脳裏に、非常に強い刻印を残していくんですけど、でもそれは記録することはできないものなんですよね。これ皆さんの人生でちょっと振り返っていただきたいんですが、いろんな人に出会ってきたと思うんですけども、その人たちってあの結局なんかなんていうかな、覚えているしかないっていうか、それがすごく印象的な変わった人だったとしても、あるいはその一人の人でもある時にすごく変わった振る舞いをすることがありますよね。僕からは木村明憲さんが、奇跡のリングですね、の木村明憲さんが一緒に弘前であのクローズアップマジック見た時の
なんかのパーティーだったんですけど、木村さんがなんか最前列でですね、って嬉しそうに見てた表情が忘れられなくて、それがあの先日あの羽生善治さんがですね、あの落合陽一さんの、コンピューターで人工知能のいろんなデモンストレーションをしてた時に、あの羽生善治さんがものすごく嬉しそうに見せた表情と重なって、それって結局なんかそのまあ好奇心ってことだと思うんですけど、そういうものってやっぱりまあ覚えておくしかないっていうか、そういう出会った多様性の宝石のようなものって記録はできない、記憶しておくしかないと。でやっぱりじゃあ中年の男性といってもいろんな方がいらっしゃるでしょうし、若い女性といってもいろんな人がいるでしょうし、でそういう人たちが個々人が違うだけじゃなくて、一人の人の人生の中でも非常にレアなイベントというかですね、あのめったに起こらないイベントに出会うこともあるわけですよね。そう考えますと、あの本当多様性っていうのは出会ってそれを覚えておくしかないっていうか、自分の脳の中にそれをアーカイブとして蓄積していくしかないものだと思うんですね。でそういう意味であの世界の多様性を自分の中に受け入れて、まあそれを蓄積していくためにはですね、何よりもその人間に興味を持って周りの人をよく観察して、であのまあなんていうかな、自分が経験したことを受け入れてやっていくしかないんだろうなと。それは決して、ずっとじゃあ24時間将来ですね、前メガネ型のグラスができて、そのグラスで、自分が経験したことを全て記録できるようなことがあったとしても、その時自分がどう気持ちが動いたかとか、そういうことはなかなか記録できないかもしれない。そう考えたら結局その多様性っていうのは常に身の回りに、まあ、目を配っていて、そんな中で出会ったことを少しずつ少しずつ自分の中で認識して記憶して蓄積していくものでしかないんだろうなと。でそういう多様性の豊穣の中からひょっとしたら優れた芸術作品っていうのは生まれてくるのかなと思うんですね。夏目漱石が、三四郎の中で、まあ、偉大なる暗闇広田先生っていう登場人物を出すんですけども、あのようなその登場人物を造形したってことは、漱石がその人生の中でどこかでですね広田先生みたいな人に会ったんだと思うんですね。でその偉大なる暗闇みたいな人がいたと思うんですね。あの漱石の小説にはそういう形でそのなんていうんですか、まあ、無能の人というんでしょうか、本来優れた資質を持っていて、まあ、学問もあってですね、学歴もあって、もしあのうまくいろんなことが回れば世の中で大活躍するんではないかというような感じの人も出てくるんですけども、そういう人がうまく活躍できないでいると、あるいはその坊ちゃんの占り君みたいにマドンナをですね赤いシャツに奪われてしまうというような人もいると。でもそういう人が漱石の中で、造形されたってことは、漱石の人生の中でどこかでそういう人を見ていたんだと思うんですね。逆にその赤シャツのように、これは漱石自身の自己小説かもしれませんけども、まあ悪知恵が働くというんでしょうか、教養があるんだけど人の心に対する温かさがひょっとしたら欠けているかもしれない人もいるということなんで、そう考えると本当になんかその、優れた芸術作品のですね背後にある人間洞察というのは、結局そのそういう多様性をどう認識するかってことにかかってるのかなっていうふうに思います。なので、世界の多様性は自分の中にそうやって覚えておくしかないのかなと思ったりもするんですね。で、あのまあそのそういう意味ではその、まあ、統計多様っていう多様性っていうと、統計が常に持ち出されるわけですよね。そのジェンダーの多様性とか年齢の多様性とか、そういうメトリックを通して、我々はじゃあある国が、例えば日本が、どれぐらいその多様性があるかとか、ジェンダーの平等があるかとか、あるいは年齢によってですね若者が抑圧されているとか、年寄りがいつまでもいるとか、まあ、老害だとか、そういうことを言うんですけど、僕は比較的そういう、もちろんそういうね統計に基づく多様性のメジャーっていうのも大事なんですけども、比較的そういうことに対してあまり関心がないっていうのは、今申し上げたようなその、認知的な多様性、そっちの方より重視してるか
なんだと思うんですね。そっちの方がより深いし、より人間的で、しかもそれはなんかその統計的なデータに落とし込めないものも多いと感じるからなんですね。それはもう生きていて覚えるしかないっていうか、だから僕はその人生で生きていることの、一つの意味というのはですね、そういう形でその多様性というものを自らの中に蓄積していくことの喜びなのかなと思うんですね。で、これね、一個一個のその人間のですね、まあなんていうか振る舞いがですね、バラバラのデータとしてあるわけだけではないんですね。おそらく漱石が広田先生だとか、あるいは占り君みたいな、あるいはその山嵐みたいな人物を造形したのは、漱石が出会ったさまざまな方々の、がドットドットドットが結ばれてメタモルフォーズして、でああいう人物造形になっていると思うんで、そういう意味においてはですね、その多様性のアーカイブの中で、そのるつぼの中から新しい人が生まれてきたりするんですね。我々夜寝てる間にある意味ではその多様性の整理をしているというか、前の日に出会った人たち、前の日に感じたこと、そういうものの豊穣の中から自分の人生にとって生きる意味の、与えてくれるというか、より良い選択をさせてくれる、そういうものをですね、うまく生み出しているんだろうと思うんですね。ですからそういう豊穣性、豊穣というか多様性の、アルケミストというかですね、まあ、ある種の、錬金術として我々はいろんなものを満たしていってると思うんで、そういう意味においては、多様性ということを受け止めるということは我々の創造性の、まあ礎ですし、それは統計とは違う。で、やっぱそこで非常にだから面白い議論は、今、人工知能の世界でですね、ラージラングイッジモデルと言われている、例えば GPT-3 とかですね、ああいうものが果たしてその、じゃあ多様性からアルケミストとして、何かを生み出すというときに、それが、なんていうかな、まあ、我々の脳の持っている認知のメカニズムとどういう関係にあるかって非常に興味深い問題で、で、それは、そう簡単には決着がつかないことかもしれませんね。今、そのトランスフォーマー型、全ですね、インターネット上の全テキストをいろいろ情報処理するようなタイプ。人工知能ってのはその驚くべき能力を持っていて、 GPT-3 なんかはそのプロンプトを入れるとですね、その続きのテキストを排出したり、あるいはそのテキストに合う、イメージをまあ、吐き出したりするんですよね。で、GPT-3 とかあるいは DALL-E みたいな人工知能ってのは、ある意味ではその人類が生み出してきた様々な情報の多様性を、まあ、反映していることは間違いないんですけど、その、反映の仕方っていうのが、だから、まあ、統計的な学習に基づく反映なんですよね。で、それが、なんかその人間が、例えばじゃあ漱石が生み出したような、まあ、偉大なる暗闇広田先生とかですね、あるいはその、占り君とかですね、あるいは坊ちゃんとか山嵐とかですね、そういう人物を生み出すような、まあ多様性のアルケミーって言うんでしょうか、そういうものに匹敵するものを生み出しているのかどうかっていうのは、僕はそのアーギュアブルっていうかですね、議論の余地があるんだろうと思うんですね。で、そういうアルケミーの、まあ、行く性ってのは本当に面白くてですね、どういう形でそういう、まあ、なんていうかな、データの処理というか解析というか行われていくかっていうのは、まあ、すごくなんかある意味ではよいしょ。今ですね、なんと走ってるうちにですね、リュックの後ろがパカッと開いて、なんかそれ開いてるってことを なんか感じられるっていう不思議なクオリアがあって、で、これから後半なんですが、だから歩きながら、喋りながら、なんかちょっと、リュックがバカバカしてるなって、中の PC が落ちなくてよかった。MacBook Air が落ちなくてよかったなと思いましたけど、今、修正いたしました。この時に iPhone を切っちゃったんで、一旦画像、切りましたが、まあ、その、人工知能型のその多様性の処理っていうものと、我々の脳の多様性の処理がどう違うのかって非常に面白い問題で、まあ、一つにはおそらく感情のタグ付けっていうのは違うと思うんですね。その、まあ、人間っていうのは、
さまざまな情報を伝えして、それに感情をタグ付けするっていうか、その感情という評価の軸があるわけで、これは好きだとか嫌いだとか嬉しいとか悲しいとかね、感動するとか無関心だとか、そういう、まあ、重み付けみたいなものがあるので、そういうものが、まあ、多様性を整理する際に人工知能とは違う次元として入ってくる可能性があるし、それからその身体性っていうのがありますよね。我々は身体を持って、世界の中で動いてるわけで、まあ、そこには例えばその脳腸相関みたいなこともあるわけだから、例えばその日に食べた料理とか飲んだ飲み物みたいなことが、その多様性の整理ということにおびて重要な意味を持ってくる可能性もあると。それからその有限性っていうんですかね、その自分は、まあ僕もそうです。例えば今日の朝からの、時間を振り返っても、今東京 FM で仕事をして、今帝国ホテルの方に歩いて行ってるんですけど、まあこういうのが、この時間に全く他の人は全然違う経験をしてるわけですから。ですからその、自分の人生の有限性っていうんでしょうか、その、身体性に伴う、有限の効果というものが、ひょっとしたらその全然違う、多様性のフェーズスペースの位相空間の中の、部分集合に起因する希釈する場合もあるわけだから、そういう意味での、多様性の中の自分が占めている場所というのもあると。実際そのある人の固有のなんかの文体とかですね、価値観とかそういうものって結局その人の生きてきた人生の歪みというか、そういうものにも、寄ってるん でそういう意味においては、その多様性というものを、そのトランスフォーマーのように全体最適化するっていうか、一つのその、コンバージェンスで一つのところに持っていくというよりは、むしろ例えば漱石なんかものすごいあの歪んだというか偏った人だったと思うんで、漱石のようなその身体性を持った人が、まあ、当時のその、江戸で生まれて、でロンドンに行って、まあ、様々な経験をして、でその中で漱石ならではの、まあ、偏りというか身体性に伴う、自分の空間の把握、自分の人生の把握をしてたわけですね。そういうことは人工知能にはない、その人の固有性なんで、むしろ偏ってるからこそなんかやってますね。まあ、例えばこうやってここで僕がこのなんかのフェスというかフェアに出会ったっていうのも一つの僕の人生の偏りですけども、だからこそその多様性が、の中での自分の位置というのがユニークに決まるってこともあると思うんで、そう考えると人生って面白いですね。ということで東京 FM の近くから日比谷公園まで途中でリュックが開いちゃって、その修正をしながらですね、おお何やこれは秋祭りなのか分かんないけど何かやってますね。多様性について考えてみました。まあとにかく繰り返しになりますが、多様性というのは決して表面的なジェンダーとか年齢とかそういうものの多様性だけではない、エスニシティとかだけではない、それは重要なんですけど、それだけではなくて、とにかく自分の脳の中で覚えておくしかない多様性、一回性の出会いとかそういうこともあるんだよということです。僕もそういう思いで毎日毎日、暮らしています。多様性ってのは本当に不思議なもんですね。なんかバラ園がある、まだちょっと咲いてますね。僕も人生の中でバラが、これは何のフェスなのか、何かやってますです。何かをやってます。ちょっと見てみましょうか。まあこれもだから多様性の一つですよね。こういう普遍的なことを喋ってる時にものすごく具体的なこういう体験が生まれるっていうのは人生の多様性で、これがニューヨークだとかパリだったら違う、ご当地鍋フェスティバルか、ご当地鍋フェスティバルだったんだ。面白いね人生って。ということで以上、多様性についての、考察でございました。目的地の帝国ホテルに着きました。以上でございます。